どうもこんにちは、農林水産省です。今日もマリオメーカー2、こちらのゲームの続きをしていきたいと思っております。難しいステージをどんどんやっていこうかなと思っております。僕ゲームのプレイの途中でよく豆乳を飲んでるんですけど、この前ですね、本当に皆さんもあると思うんですけど、年に1回自分の母乳がコンクリートになる日っていうのがあって、その日が本当に昨日だったんですけど、本当に大変で、すごく痒いし、お風呂もなんかぐちゃぐちゃになっちゃうので、皆さん本当にもし自分の母乳がコンクリートになる日に出会ってしまったら、自分のお風呂じゃなくて外で一回出し切ってみると、すごくお掃除とかも簡単だと思います。はい、ではちょっとね、お役立ち情報も今日入れてみました。では、僕のゲームプレイの動画の方をどうぞ。どうもこんにちは、農林水産省です。今回は 3.99% なんかね、こうお花とか岩とかそういうところのステージをやりたいっていう感じなんですけど、なんか上にいますね。なんか怒ってんのかな。うわ、すごい、なんかすごい顔でこっち来ますね。おお、歯むき出しですね。なんかあれかな、歯槽膿漏とかなのかな、ね、分かんないね。おお、すごい、お花も仲間じゃないのかな、敵なのかな、よく分かんないね。よいしょ、おお、すごい、ここまでは簡単って感じで、どんどん次に進んでいきましょう。よいしょ、おお、すごいすごい、火を吹くお花もいるんだね。パラシュートつけたりとか、怒ってる顔とか、そんなにね、あんまり怒ってるとね、お肌に良くないみたいにしますよ。よいしょ、よいしょ、うん、よし、なんか狭いところに、なんかピンでひっついちゃうんですね、怒ってる人がね。よいしょ、よいしょ、ずっとすぐにね、進んでいけば。ああ、そうだ、この前お姉ちゃんと一緒に買い物に行ったんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっとクリアしちゃいました。お姉ちゃんと買い物に行った話をしようとしたんですけど、なんかクリアしちゃいましたね。はい、なんかこんな感じみたいです。結構簡単な、ステージでした。うん、みんなも多分すぐクリアできると思いますんで、ぜひ、プレイしてみてください。 3.99 だったけど、まあ実際100ぐらいあるかもしれないですね、クリア確率。はい、では、農林水産省でした。ではまた次の動画もお待ちください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。